映画、ドラえもん、頑張れ、ジャイアンだよ。作画もいいしね、話もまあいいんだけどさ、ただね、演出がふざけすぎ。マジでこれ。もうなんかね、こう、静香ちゃんがね、なんか変な歩き方をしたらね、三味線の音がベベベンってなってさ。で、ドラえもんがなんか喋ったら三味線の音がベベベンってなって。で、のび太がなんか喋ったら三味線の音がベベベンってなってさ、もうほんと、何この三味線の音みたいに。いや、もうなんだろうな、もうこれほんと昔、もうなんか信代ドラのなんか最後あたりのなんか変な浮きっぷりの いや、三味線演出の連打はね、ほんと、何これみたいな。あ、ほんと、なんか動かし方もね、いや、もうよく動いてるとは言うんだ。確かによく動いてるけど、ちょっとなんかトムとジェリーとかなんかそんな感じのなんか動かし方でさ、なんか、いやいや、なんかおふざけ感ある感じがすんだよな。まあでも話自体はね、いいと思うんだよね。頑張ってるし、ジェリー。その名の通り頑張ってるしね。いや、ほんとなんか、演出が浮きすぎているとしか言いようがないな。それ以外はまあ、いいと思う。